はあ。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 カット最初こういう感じだったんでしょ。こうストレートコーデですか。そう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 。完璧。どういう選手ですか。坂本くんですけど。そうですね、投げるのもダイナミックなフォームで、はい、この体で、はい、めちゃくちゃでかいですね。アウトローにビシッビシッとくるようなピッチャーで、はい、打ったらもうなんていうんですかね、センターから、左バッターなんですけど、はいはい、センターから左中間に放物線を描くようなホームランを打つ、まさに誰かに似てますね、はい、大谷2世と。大谷2世1年前の、はい、ボーイズリーグの全国大会の、はい、優勝した時の MVP ですね。もう投打に渡って確実に、はい、まさに WBC の大谷君みたいに、そんな感じで、はい、スケールも大きいですし、スケールもでかいですし、はい、あれもう進学は、そうですね、共栄高校さんに、共栄高校、はい、トーマス君の、トーマス君の、あ、はい、いやすごいですね。まあストレートどれぐらい出るんですか。マックス138キロです。あ、まあまあこれからもっともっと上がるんでしょうけど。そうですね、うん、あ、球種はスライダーとカットボールと、うん、チェンジアップとカーブです、うん、いいです。ちょっと早速見せてください。はい、はい、お願いします。もう分かったよ、すごいのが。はあ、ちょっと後ろを見ていいかな。角度がね、素晴らしい。
素晴らしい素晴らしいの一言です。アウトロー来ました。アウトローも当然ですもうあの最初のキャッチボールであそういうピッチャーだなっていうのは、ここのバチンっていう、はい、インパクトがすごいすごいし、この肘、この周辺の使い方がすごく柔らかいです。だからここでバーンって弾いてるんで、全体的にうまく体を柔らかく使ってるなっていう感じ。そうですね。スライダーがすごい。すごいですよね。びっくりしたスライダー。マイケンかなと思います。マイケンか。マイケンのアメリカ行く前、まあ、セリーグ同士だったんで、はい、投げ合った時に打席で見たんですけど、はい、あんな感じです。一回ちょっとこう、自分のこの辺からこうやってくるんだっていうような、はい、スライダーと、カットも縦気味の、なんかちょっとこう、スライダーの速いみたいな感じの、はい、フットボールを押し出してでもストレートはどう握ってんすか。2分です。でカットはどう握ってんすか。ちょっと斜めにこうずらして。斜めにずらして。その自分が求めてるカットはどんな感じなんですか。打者の手前で少し焼き曲がるような。今日見たすだったらどっちかというとちょっとスライダーっぽい感じなんで、大事なことは僕は曲げる意識っていうのは絶対消さなきゃいけないと思う。カットはストレートなんだけど、ストレートにちょっと色つけたるぐらいの、ほんのちょっとまっすらのように曲がってくれたらいいなっていう程度だと思うんで、ストレートがこうあってカットがこっち側にずらすって言ったじゃないですか。まあ一つ、まあ、理屈っぽくなるんですけど、中心から外れれば外れ、まあ大げさに言うと これこう握ったら速い球投げれない雰囲気ないですか。だからボールの中心があったらカットでもこの中心をちょっとずらす程度でいいと思う。だからこっちに行けば行くほど曲がりが大きくなったり、あの緩くなると思ってる球が。だからストレートがこうだったらもう本当ストレートと同じようなここでこう切るんであれば、その真ん中で引くのその辺りをずらすぐらいでちょっといいな。そうそうそう、ああそうそう、今カット最初こういう感じだったんでしょ。こうストレートこうじゃないですか。ちょっとどっちか分からんけどこうかな。これで行くとこれとほぼストレートと同じような感じで投げると案外いいかもしれない。じゃあ軽くキャッチボールでキャッチャーと、うん、軽くでいい。カットの握りはこれぐらいでいいから、これでストレート、ストレート曲げない、曲がっちゃダメ。そう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 、そういう なっちゃうよね、はい、今のような感じのイメージでちょっとずつ、そう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 、完璧、はい、今のが曲がりが最後なの、今ので、今の感覚で。だから最初抜けたあのストレートっぽいやつっていうのは成功の始まりなの、はい、勝負はもう前だから、自分よりリリースする瞬間やから、はい、あのキャッチャーを騙したるぐらい、ここまでストレートでストレートでストレートやろっていうくらいのね、はい、ああそういう感じ、わ、はい、かる、なんとなくね、そんな感じだよね、はい、今ぐらいはちょっと小さいカット気味のね、ラストはね、はい、ナイスボール、ナイスボール、はい、あの本当もうストレートに近いというね。カットのいい特徴としては、変化球の特徴としては、バッティングカウント、バッターがストレートを待ちたいときにもう 1,2 の3のストレートで来たと思ったのが、あれ最後曲がった、でこれがファウルならずに
フライとかボテボテっていうのを狙いたいから、はい、その意識を持っとかないとカットで三振取るんだとかそういう意味なくて、あくまでもバットを芯を外す、バットがあのストレートと思いました、うわ最後に曲がったんかって言って、結論から言うと何のなんかこう収穫もなくバッターが終わっていったっていうパターンが一番いい、明らかに曲がったから次はこうしようとか、そういうのなんかあれストレートやったからなんか曲がったような気がするな、今何だったっけなっていう感じの方が一番いいと思うんで、その意識があれば腕を強く振るってことの方が大事になってくるなっていうのが分かった。やっぱり自分が持ってたカットボールと握り方が違って、最初大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱり謙信さんが言うことなんかすぐ身について、将来の目標とか、なんかこう夢とかあるんですか？高卒ドラフト1位でプロ野球選手になりたいです。はい、もう即プロ行ってどんな選手になりたいですか？やっぱり大谷選手みたいなスケールの大きい選手になりたいです。すごいわ、とにかくいいものを見ました、はい、ナイスピッチング、はい、ありがとうございます。